メディナ、東帝国へ向かう準備は無事に終わったか？キリトか。すまない、こちらから声をかけるべきだったのに。いやいや、気にしないでくれ。そうか、準備の方は終わった。正確には私の分はという意味だけどな。どういうことだ？最近の度重なる魔獣の被害や近衛兵の治療なんかで王都にある薬が不足しているらしいんだ。そこで氷協会の修道士や修道女たちが大急ぎで素材を集め薬の生産を行っているそうだ。なるほど。暗黒騎士が目撃された場所までは距離もあるし、修道士たちの作業が終わるまで遠出は無理そうだな。ああキリト、ちょうどよかった。お前さんに頼みてえことがあるんだよ。さっき北帝国で魔獣の発生情報が入った。そいつは厄介でな、東での本格的な調査活動に入る前に解決しておく必要がありそうなんだ。少年、頼めるか？分かった。それじゃあ冒険者のみんなに調査してもらいつつ、早めにその魔獣を片付けてから向かうよ。よし、それじゃあメディナのお嬢ちゃんも少年と一緒に行ってきてくれるかい？私もですか？ああ、お前さんたちの剣の相性はなかなかだって見込んでるからな。分かった、行ってくるよ。ベルクエリ様、ありがとうございます。ん？なんで礼なんぞ言うんだ？ほら、早く行ってこい。それじゃあ行こうか、メディナ。ああ。ここが魔獣の発生している場所か。それにしても随分と枯れた土地だな。ああ、この辺りではまともな作物も育たない。飼料地民も漁師も暮らしていくのがやっとだ。そうなのか、ここについて随分と詳しいんだな、キリト。どうしたんだ？いや、終わってから話す。分かった、それじゃあ討伐に向かうとするか。あいつがこの地域を荒らしていた魔獣か。メヒナ、行くぞ。ああ、頼む。これで消える。
一気に行くぞ。これで倒したな。メディナ、お疲れ。ああ。ん？少し寄りたい場所があるんだ。時間はあるか？なあ、大丈夫だけど。では、ついてきてくれ。ここは？どうやら私が留守にしている間も面倒を見てくれていたらしい。みんな元気なままだ。もしかしてこの花畑はメディナが？正確にはオルティナノスケ代々で世話をしてきたリコリスの花畑だ。へえ、リコリスか。真っ赤な色が綺麗だな。日本語だとマンジュシャゲ、もしくはヒガンバナと言われる花だ。花畑の近くには私の実家もある。この一帯はオルティナノスケにあてがわれた資料地なんだ。そうか、ここがメディナの故郷でもあるんだな。この花畑以外は全て枯れ果てていて、とても貴族が所有する土地には見えないだろう。ね、いや、そういうわけじゃないけど。メディナ、ごめん。何にだ？それはいろいろありすぎて列挙していくとおそらく数時間かかる。数時間？そんなにあるのか？だから手短に話す。キリト、お前を裏切って
ハシリアンの言いなりになって行動したこと、本当に悪かった。なんだそんなことか。俺は別に。そんなことじゃない。私は取り返しのつかないこと。エディナ、ずっとお前に謝ろうと思っていた。でもその機会を逃してしまっていたんだ。一度謝ってくれたじゃないか。あれは誤解していたことを謝っただけだし、私の行動についてきちんと謝ったことにならない。アリス様やアスナには女子会の時に謝ることができた。でもどうしてかお前相手だとうまく言えなくて、もともと謝るのも得意ではないし、どう伝えたらいいかもわからなくて、二人に相談したんだ。するとキリトは絶対に気にしていないと思う。でも私が伝えたいと思ったことは話した方がいいと言われて。そうだったんだな。でも西帝国で起こったことは全部メディナのせいなんかじゃない。悪いのはあいつ、ハーシリアンだ。キリト、全部過ぎたことだし、メディナは俺たちのところに戻ってきてくれた。それで十分だよ。これ以上罪の意識を感じることも謝ることもないんだ。たとえお前がそう思ってくれるのだとしても、私の謝罪とこの花を受け取ってほしい。分かったよ。それじゃあ謝罪じゃなくてメディナの贈り物として受け取ろうかな。ありがとう、メディナ。こちらこそ。それにしても綺麗だな、リコリスの花。うむ、私が一番好きな花だ。この花畑はメディナの一族に代々伝わるものだって言ってたもんな。ああ、そしてリコリスはオルティナノスケにとって希望の象徴だ。希望？皇帝に疎まれて王都を追放されたオルティナノスケにあてがわれたのはこの枯れ果てた土地。ここではろくな作物が育たず、漁師も民も常に飢え嘆くほかなかった。だがこんな土地でも唯一普遍的に咲き誇る花があった。それがこのリコリスだ。これを見た当時のオルティナノスケ当主は、私たちにとっての希望として咲き続けてくれ、そうリコリスの花たちに願い、この花畑を丹念に手入れした。以来オルティナノスケの一族は代々この花畑を守り続けるようになったというわけだ。そしてその思いに応えるかのように干ばつが襲った時も、リコリスたちは強く美しく咲き誇り続けてくれた。そうだったのか。じゃあこの花畑にはメディナのご先祖様の思いが受け継がれているってことなんだな。ああ、これは推測だが、おそらくリコリスの花がこの地域で咲き続けたのは、お言葉の通り一族に受け継がれた切実な願いがこの花を咲かし続けたのだ。この枯れた土地で暮らし続けることを強要され、皇帝や貴族たちから迫害を受け続けたオルティナノスケ、その原因を作ったのは謎の任務を与え
彼らを欠陥品と呼んだアドミニストレーターに他ならない。やはりこの世界の人々を苦しめる彼女の復活を許すわけにはいかない。は不思議だ。不思議って？いや、どうしてか少しだけリコリスがお前に重なって見える気がしてな。俺に？なんでだ？そう、私もなぜかわからない。なんだよそれ。用事は済んだ。では早く帰るぞ。で、切り替え早くないか。これ以上感傷に浸っているわけにはいかない。ほら、置いていくぞ。え、なんか理不尽。待ってくれ。リコリスとお前が重なって見える理由、それはお前が私にとっての希望だからかもしれないな。報告は以上だ。ご苦労さんだったな。お前さんたちが行っている間に冒険者のみんながいろいろと調べてくれたぜ。それはありがたいな。じゃあ早速カラントを切りに向かうよ。あ、悪いキリト、その前に少しだけ時間をもらえるか。なあ、いいけど。よし、ひとまずここを離れるぞ。聞かれちゃまずい話なのか。まあな。あ、いいからついてこい。それで？そう気構えるな。お前さんには俺の力を見せておこうと思ってな。力？自戦剣のことか。それなら。いや、伝えておきたいのは記憶解放術の方だ。特殊な技だから普段はあまり使いたくないんだが。あ、待ってくれ。なぜ今その技を俺に伝えようと思ったんだ？メディナが最高司祭殿への新人を利用され、お前さんと戦うように仕組まれただろ。バイエティモジュールを持ち、記憶と思考を作られた俺たちにもあまり関係のない話じゃねえと思ったわけだ。アドミニストレーターならともかく、あんたがハーシリアンに従うなんて想像できないな。俺一人だったらそうだろうよ。ただどれだけ状況が変わっても、俺は氷協会聖豪騎士長という立場を変えられない。守るべき部下たちは俺の強さであって弱さでもあるってことだ。あいつらを守るためならたとえ相手がお前さんでも手加減なく切る。とはいえお前さんには大きな借りがある。正々堂々戦うべきだと感じたのさ。うん、分かった。それで自戦剣の解放術ってのは？裏切りという剣技だ。こいつは斬撃の未来を切る。空切りとは逆に過去を切る。対象が10分前に存在した場所を切ることで実際にそいつの天命を減らすことができる代物だ。それはすごいな。でもベルクーリさんが普段使いたくない理由が分かったよ。ああ、こいつは回避不可能、防御不可能、あらゆる技や努力を裏切る一撃だからな。その分10分前の座標を記憶しつつ正確な時間経過を戦闘中に数えなければならないけどな。あんたならそれをこなしつつ戦うのだって無理ないだろ。いや、どうだろうな。お前さんが相手だったらそううまくはいくまい。どうだ、試してみるか。お前さんの力を俺も知りたいしな。本当はそれが目的じゃないよな。もちろんだが、気になっているのは事実さ。
俺はお前さんと直接やり合ってはいないしな。それに嬢ちゃんや騎士たちの命を預ける相手なんだ。実力を知っておこうという俺の気持ちはわかるだろう。ああ、それなら。まったく、こんなところにいたんですね。二人とも何をしているのですか。ただの世間話さ。ならいいですが。さっきりと出発の準備が整いました。あとはあなただけですよ。そうか、それじゃあ行ってくる。おう、気をつけてな、キリト。嬢ちゃんを頼むぜ。メディナは神聖氷教会司令として最高司祭を復活させ、滞在人キリトを抱え込む対策本部に徹底抗戦すると宣言。そして西の峡谷では、ハーシリアンの指示で西の守護竜の新勢力が満ちたカラント港を守るために俺たちと対峙。剣撃の末、俺はメディナに勝利し、もう一度共に歩みたいと訴える。わずかに心を開いた彼女は休戦を認めてくれたが、新勢力を回収し戻ったハーシリアンが突如冒険者たちを惨殺。偽りの救世主メディナはただの捨て駒だったと嘲笑い、彼女の能力を利用した復活計画でアドミンストレーターが蘇れば、人を犠牲にした兵器ソードゴーレムで世界が救われると告げる。用済みになったメディナを殺害しようとするハーシリア。俺は激しい怒りを込めた刃で奴の真意の盾に切り込む。その後、深い悔恨を抱くメディナは冒険者たちの意識を解放、そして俺にリコリスの花を送ってくれた。だが平穏はつかの間、新たに入った東帝国での不穏な失踪事件の情報を追い、俺たちは再び出立する。